暖かいですしね。さあ続いてのリポート見ていきましょう。お、見たぞこれ昨日お家で見ました。千葉県千葉市花見川区、リポーター名山竹アット千葉さんということで、山口さんからいただいたリポートを昨日いただきました。今年もやってきました電飾の木、3年目の電飾は和でございます。ツリーじゃなくて、え、リースってこと？和でございます。わかりづらいわ和って言われてもリースってことじゃない？この左側のリースを作ったんですね。今年作った観測機とホタルとの記念撮影写真をしました。ホタルどこ？あ、いた！木ホタル点灯してる？してないんですね。点灯してないか分かんなかったですよ。で、去年の電飾のバージョンアップで赤い服のおじさん増やしてみましたが、若干ホラーとなってしまいました。なかなか気持ち悪いです。では皆様ということで、いや、サンタさんも手作りなんですか？そうなんだ。好きなんじゃない、サンタさん、こんなに増やして1,2,3,4,5 人サンタさんね、よじ登ってます。なかなかサンタさん木によじ登るタイミングないですよね煙突とかはあるけどね。いや、可愛いですね。風速計と電飾の木、これ去年のバージョンアップと今年お作りになったホタル、あとは今年は木じゃなくってツリーだったんだ。あ、ツリーじゃないね、だからリースだ和って言われるからよくわかんないじゃん、リースで、後ろは地震計ですね。そうそう、この手前の一番左側は風速測ってこのメーターが触れるんですかね。そういうことな気がする。これ風速計はお椀型で作ったのかな。風速計っていろいろ種類があって、風車型とかなんかいろいろあるんですけど、お椀じゃないか。え、3倍式？あ、そうですよね。そう、お椀が3つ作ってるやつ。あ、3つくっついてるやつ。でも3つなさそうに見えるので、風速計もね、ちょっとフォーカスしてどうなってるのか、実際に動いてる部分もね見てみたいです。素敵。いや、そうそうそう、観測機もね勉強するんですよ。結構いろいろ種類があって、もうなんか廃止になっちゃったやつとか、こういう改良がありましたとか、こっちはこういう利点があるんです、風が強い時はこういう方が、この観測機の方が強いみたいなのとかねあったりするんです。実際ね動くのかどうかちょっと見てみたいですね。さあということで、最後空見